見てください。ここです。ここから普通の女子高生たち54人が悩みすらも笑い話に変えてしまう元気な女の子。だからこそ最近の女子高生は彼女の前に。その後の検査発表で分かったことは以下のことです。54人の女子の規定に達成は。事件です。これは。本当に事件の女の子だったよ。東京駅に着いた。私の家には私の父と母、それに妹のゆかがいた。家出したんだ。もう家には帰ることなんかない。性別女、17歳。トリコゆか、とにかく事態は急転中だ。境にとんでもないところに足を突っ込んでしまうかもしれない。私のしてる仕事、レンタル家族っていう仕事知ってるよね？知らなかった。